じゃん、じゃらん、じゃらら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 らん、じゃらん、じゃらら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 。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。わざわざ来ていただいて。いえ、仕事ですから。どうしました？どうしたいですか？何するんですか今日？いやー、40歳になりまして。いや、もうだいぶ経ったわ。もう41見えてるわ。はい。ちょっと最近、新しいことへの好奇心が薄れてるんじゃないですかと。やめてよ、お気に入ってるみたいな。熊谷さんにはですね、これからもよりいろんなことに好奇心を持っていただいて、素晴らしい41歳を迎えていただきたいと思ってますので、はい、知らない世界を今日は勉強していただこうと思ってます。なるほど。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、今日のテーマはこちらです。わかりますか？いや、まあそうっすね。シャイダーみたいな色ですね。チェキね。チェキです。物は知ってますよ。でも僕も使ったことないわ、はい、結局2人でどうするの。おじさん2人で。2人シャイダー世代2人で。シャイダーの色のやつ持ってどうするの。そうですね、シャイダーとジバンしかいないのでここには。ここね。今日はですね、はい、チェキに関するスペシャリストに講師として来ていただいてますので。おーおーおお、はい、誰や。チェキスペシャリスト。はい。チェキの先生に、チェキの取られ方をですね。誰？学びたいと思います。可能天命とかでどうしよう。おお、緊張する。はい。というわけで、あの、後ろに見えてる、キタロウのオカリナみたいな、キタロウのオカリナのふもとに。メリケンパークのあれね。いろいろね。モルヤなんか。あれ？ちょっと俺もなんか待ってや。あ、先生ですか？可能天命じゃないですね。可能天命は思ってたんですか？短やん、短。身近なところに先生は潜んでますね。いやちょこちょこ持ってる人じゃないですか。ちょこちょこ持ってる人じゃないですか。こんにちは、こんにちは。先生ですか、もしかして。先生です。ユサピーでーす。いやー、うるさいうるさい。うるさないわ。いるわ。関西で活動しておられるアイドル、はい、イエスハッピーの二人に熊谷さんにチェキの取られ方を教えに来ていただきました。神戸までやってきました。暇だ。まあ僕よりはもちろん知ってるでしょうからね。はい、アイドル歴9年になりますので。長っ、もうやめやもうちょっと出ません。俺は泣くで。応援してますよ。もう、ほんま、はい、アイドル9年だ。9年になります。すごいな。いや、まあ、バンド20年は やめなかった僕らの方ですからね。これ押したらいいってこと。はい、もうだ、ほんまもう何も分かんないですよ。はい、押してみていただけたら。はい、出ました。言えや。ひも手上がったから何と思った。言えや。家電触ったことないんですか。絶対に押してほしくないところがあるんですよ。触ったあかんボタンをつけんな。これやって。これ僕、あ、どうですよ。怒ったよ。モードがいろいろあって、これどういう、機能的にはムサさんの方が絶対詳しいんですよね。ほんならムサでええやん。私たちは、捉え方。ああ、そうかそうかそうか。かわいいやんな。これ差し上げますんで。あの、どうぞ。後半へ続く。まずせっかく背景が綺麗なんで、うん、1枚撮ってみたいんですけど、何も言わないので好きに撮られてください。これでバックで撮るんですか。はい、昔のスモールースのアガシャやん。撮られたらいいんですか。はい、撮ります。はい、チーズ。撮ってみました今。撮りました。どういう感じでやってみた。グラ
分からへんわね。外なんでまず綺麗に撮れるんですよ。いろんなシチュエーションで撮れるんで、神戸チェキっていうの今日はいろんな場所で。おー、毎回同じ写真じゃなくて、はい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 、場所ごとに変えて出すと、はいはい、何枚でも出ます。1回に1枚だけなので、ファンの人はそれが嬉しい。なるほどね。出ました、出ました、じゃじゃん。はい、修学旅行生みたいな。慣れてない感が。正直ね、そんなね、おじさんがね、ポーズとか分かんないですよ、まず。これはこれで、背景が可愛いんで。わしは嬉しい。ちょっと私の悪いとこも出てしまう。これは心さんのね、撮り方の趣味が出てて。心さんはね、背景メインに撮るんですよ。アイドル物販って、ちょっと待って、先生が、先生にも指導してもらったんですけど、じゃ行き過ぎっていう、まあいいんですよ、これもあっても。そう、やっぱ来たところも撮りたくて引きで撮っちゃうんですよ。なんか桜とかどこ行ったらちょっと引きで撮るんで、なんかお母さんが撮ってるみたいになっちゃう。アイドルだから顔を写したいの。ああ、そうかそうか、みんな顔が欲しい。はい、顔が見たい。でも顔こんぐらいですもん。ちっちゃいな。で、心さんの場合、膝をあえて写したり。そうですね、膝を写して。心だったらちょっとこう座って、こうわざとちょっと上げるんですけど、膝がすごい、こうやって立って、うわー、ぽい。こういうことか。はい、立って撮らなくてもいいんです。手を添えるとちょっと小顔効果。手を添えると小顔効果。はい、まず私が撮った熊谷さん、じゃん、どうですか、上半身アップ。アイドル的に言うと、はい、あんまり下から撮られたくない。下から撮られたくない。あなた上がるから。上がったの、上がった。そうなんですよ。それを言うてる。先生、ちゃんと教えてくれんと。これはこれで、あり。知らんねん、ゼロから教えてくれ。あ、いいのが撮れました。なので。話半分。これの。え、これはもう、下から撮っちゃった。いや、あかんやん。いいのが撮れました。撮れました。心さんの、じゃん。うわあ。これです。アイドルっぽいな。確かに。全然ちゃうわ。そうでしょ。あ、ほんでちょっとこの膝出して。はい、当たりチェキですね。これは完全に。顔？はい。顔も角度つけて。はい、ここ背景もいいもんね。はい。ここはすごい。これはいいですね。あ、出ました。マジや。じゃあ同じポーズで、じゃあ。これおじさんの俺があるの？ほんまに？膝欲しいですよね。俺の膝いらん。膝出ますか？膝出すの？膝出すの俺？膝出ますかね？で、膝に肘を置いて。膝に肘を置いて。はい、あって、もうちょっと手を後ろに下げてほしい。顔がビーナス人みたいなんで。はい。あ、隠しすぎてダメ。はい、オッケーです。で、こっち見てください。いきます。はい、チーズ。わ、めっちゃいいじゃないですか。すごいアイドル。めっちゃ上手。めっちゃ上手ですよ。ちゃうやん、それカメラ撮る側が上手やっただけ。めっちゃいい笑顔してる。こんな綺麗に映んの膝。やっぱチェキがいいのは若干粗いんです。綺麗に映らない方がいい。そう、だって俺の毛とかないもんな。そう、ちょっと見えてる。ちゃんと撮ったでしょ。ちょっと一生懸命撮ってもらって。先生、撮る側は下手やな。撮られるのは確かに。
ちゃう。もう変わった。あ、こんなさ、あ、時間かなと。あと今日やめちゃおうかな。背景が真っ白やったら、真っ白な場合は衣装をこういう風に派手に、また浦さんもカラフルなんで、はい、白バック映えしま します。あ、そうですか。だから白背景の時にこういう白い T シャツだけだとちょっとしょうもないですね。しょうもないってことですか。そうです。ほんな次ちょっと白バック、白バックに行ってみたいと思います。白バックにやってきまし ました。今日はお衣装派手なのでいいんですけど、いつもや白バック映えするんですけど、白バックだけだとやっぱパターンが限られてきちゃうので、なるほど、小道具を使って撮りたいと思います。まずはこちら、じゃんじゃん、お花です。いやいやいや、バラを、いやいや、あのさ、切っとけこれ。急いでちぎったら見るこれこれ持って、ほら、これだけで可愛い。四つですか。ちょっと私女流なんですけど、やっぱ気持ちが表情に出ると思うので、好きなものを思い浮かべたりとか。へえ、何何、例えば、あのいちご大福が好きなんですけど、いちご大福をこう食べるときに食べるぞって顔をしたチェキがすごい好評だったんですよ。そんな魂の問題だった。魂、やっぱ顔ってメンタルが。笑顔に出るので、ね、すごいいい笑顔になって食べるにチェキっていう名前が流行りました。一時期ただの食いしん坊じゃあ白バックでいちご大福食べるにの顔でいきましょうか。食べるになんですか。はい、あ、私たちの地元の方言で食べるにっていう、何々するにっていうんですよ。いちご大福を持ってると思って、はい、チーズあ、いいですよいちご大福食べるにチェキです。これが、これが、はい、表情のパターンがでもやっぱりただのピースとは違ってくるんで。なるほどね。まあでも僕そんなあいちご大福食べないですすごいやってみてよ、じゃあ食べるに、どうなの、いくよ、はい、はいなるほど、違うな、マジやった。今でも分かりました。横で見てて、いちご大福が現れました。そこに慣れてんな、はい。女子にはこの心さんっていつもニコニコ笑ってるじゃないですか。笑ってますよね。心さんがたまにこうシュッとこうやったりすると、こうやったりすると女子はそれが欲しくてトレードするんですよ。かっこいいじゃないですか。そう、イケメン。今もうだってもうね、これが通常心さん。いやもうだってもうそれはもう極楽浄土の人ですよ、ね、はい。が心さんがたまに澄ました顔とかするとイケ心さん引いたみたいな。どんな澄ました顔。なんかこういうキリッとするんですよ。キリッとしてるんです。してるんです。笑わないってこと。とかウィンクしてみたりとか。そう、そのパターンも。あ、じゃあイケクマちゃん撮ります。横で。これでいいんですか。はい。カッコつけてください。はい、チーズ。お、ほら見てください。イケてる。ほんま？不機嫌やん、ただの。表情の違いが、いちご大福食べる。あ、でも違いは違いますね。それで書くとこ考えるやったら、撮られる側もちょっと横向いてここ吹き出しかけるんです。へえ、あ、吹き出しを書くの？はい、入れれるように。あ、そう、吹き出しをする時のこともね、うん、考えて撮るっていう。はあ、まあ落書きもせんか学んでいきましょう、はい、何枚かに1枚サイン入ってたりするとまたトレーディング感が増して嬉しい。あ、レアってことですか。レアカード引いたっていう。ああ、まあ僕らのビックリマンでいうキラですね。キラカード出た時の喜びが味わえる。それでは小道具に行きたいと思います、はい、はい、チーズ。いや、わからんって日々持ってないからわかんねー。どうでしょうか。どうですか、心さんだったらどう持ちますか。だったらこれ普通にこうやって撮るのもいいんですけど、なんかちょっとお花見てるたりとかしたら締めがちの、それもまたない表情で撮れるので。そんないつ考えてんの。細かいさんってこうやって加えてる。はい。ああ。なんかちょっと細かいさんだったら。どういうこと。私はしないですけど、細かいさんだったら加えてるからっていう。ちょっとできない。なんでやねん。やれ。鼓動があるだけで。なるほどね。もうこれだけでちゃうんや。はい。一日にじゃあまずこれを引いちゃった。
で2枚目引いてこれだったら、外れみたいに言うなよ2枚目引いてこれだったら、違うチェキだってなります。あ、なるほど、はい、で次は、で心さんのアドバイス通りちょっと加えて、心さんのアドバイス合ってる心さん間違ったことないです、ね、いいですよ、撮ります。今のはだってレアですよ。うまっ、はい、から可愛いのも欲しいし、かっこいいのも欲しかったら、やっぱかあの面白いのも欲しい。面白いとか言ってる。自分も撮られてみ。私は苦手なんで撮られてちょっと待ってや、何しに来とんねんあいいですよ、めちゃくちゃすごい。いや、なでもなんかもうボンクラマタドールみたいなね、成績悪いマタドールみたいな感じですね私は顔の前に物を持ってくると顔が小さく見えるので、ほう、顔の前に、はい、顔の横に、あ、自分の横前ってこと、はい、でもあんま前に出しすぎるとこっちにピントがあっちゃうので、ほう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 、いきますよ、はい。でもあれですね、やっぱ顔変わりますね、撮られるとなって。本当ですか、はい、最初本当に私たちも写真撮られ慣れてなくて、あの先輩の写真を渡されて角度見つけなさいと、自分のポーズ勉強しなさいって言って、はい、私は特に恥ずかしがって撮れなかったんで。誰先輩？モーニング娘さんたち、もともと前の事務所にいた時に、もうすごいいっぱい写真があるんで、好きなメンバーの写真を見て練習しろって。誰のメンバーで？私は亀井絵里ちゃんが好きやって、亀井絵里ちゃんがしてたこういうポーズとかを昔はしてました。あ、真似るんや。はい、真似て角度つけたりとか。へー、心ちゃんは？私はみちりさん、あのうさちゃんですっていうのがあって、最初はもうファンだったんで真似してて、はい、僕はあの一家石川梨花ファンでした。どんなポーズ真似てたんですか？真似てないよじゃん、どうですか？かわいい。あ、ありがとうございます。若見えますね。若く見えますか？はい、だからなんか9年やってるアイドルには見えないですけど、少女っぽいっすね、こういうの小道具使うとね、はい、少女感。あのなのでやることなくなったらとにかく小道具を使うということで、はい、今日は小道具をまだまだ用意しております。はい、すごいな。かぶり物です。熊谷さんと熊谷さん、熊谷さん、ガードハロー厳しない考え子ちゃん君らがやったら可愛いけど、まあまあ似合いますよ。あれ？シエミ頑張ってるよ。ああ、さっきのあれか。はい。ちょっと待った。じゃん。でも言ってるじゃん。今さは待ちます。これはこれでいいですね。いや、おじさんのこれいらんって絶対。いや、めっちゃいいですよ。シエミ、こんな40になりました。これを、これを、いやいや、やりますよ。そう、いや、濃いね、ちゃう。ああ、まあ、ほら、小道具いろいろそうやって変えたり、はい、人の組み合わせ変えたり、はい、小道具によってポーズ変えたり、はい、無限ですね。無限。あともう一個は、白バッグだったりしたら、衣装を変えるっていうのがありまして、実は今日、衣装がね、すごいな。ちょっと最小人数でやってる感じ出てますね。衣装を持ってまいりました。おじゃーん、かわいい。何これ、モサさん、これどこのブランドだと思います？これどこのブランドですか？書いてるよ、メガネドラゴンズって。君んとこの CD のやつでしょ？はい、そうです。私たちがあのプロデュースしているブランドの衣装を持ってきたんですけど、
衣装を変えるとまた同じ日でも違う地域が撮れる。はい、おああそうですか。なので熊谷さんにはこれを次来てもらいたいと思います。おじさんがピンク軽薄。いや赤着といて何言ってるんですか。はい、それでは、はい、お着替えが終わったようなので改めて登場してもらいたいと思います。くまちゃん、くまがいたずろうです。すごく似合ってます。似合ってるな、かわいいな、サミットみたいでしょ。まあちょっとほんま自分ではまだ本当にね姿見さえ用意されてない。さっきはジャケットだったじゃないですか、はい、今度はパーカーなのでやんちゃ風に。お、やんちゃ風、やんちゃポーズがあるんですか。これですね。これですか。さっきやったやんこれ。ポーズ少ないな。もじもじくん、じゃあ撮りましょう。はい、指導してから行こうや。フードをこうやって持って、はい、こう、あ、ここです、ここ、これを、はい、持って、うん、私らはこうやって撮ってあります。ちょっとこう、そうです、ほっぺた膨らましたり、ほっぺた膨らましてみたり、ほっぺた膨らます、ほっぺた膨らます、ほっぺた膨らます。もうやんちゃん。お、なんか魂こもってない。ジャニーズジュニアみたいな。ジャニーズジュニア知ってる？怒られんで。これ待ってる間にもう一パターン、はい、もうちょっとじゃおちょけポーズを。はい、チーズ。これはこれで嬉しいです。どれでも嬉しいかい。ジャニーズジュニア。ポーズは確かに勉強なるわ。じゃん。いや、まあ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 。ストレッチマンチェキできました。ストレッチマン。外れちゃいますか。これはこれで。まあ全然違いますね。でも確かに、はい、こういうことなんですね。フードがまた小道具の一つになります。ああ、なるほど。あと熊谷さんは普段赤眼鏡をつけていらっしゃるので。うん、これを取るのって可能なんですか。いや別にいいですよ。いいんですか。メガネ取ってもいいんですか。はい、じゃメガネ取ったバージョンもぜひ。取るんですか。ほら、あ、どうですか。メガネかけてる人が外すっていうのはすごいいつもと違うシチュエーションなので。あ、これでコーヒーとかね飲んでる。コーヒー。コーヒー。コーヒーはちょっとピンとこなかったから。意思統一してくれよ。先生。先生がバラバラやったら。やっぱどこ向かっていって、やっぱ違うもんね、人それぞれ価値観。ここのサークルでコーヒー、サークルは別にここでもじゃない。腰掛けて、はい、いいですね、いいですね、自然に。え、いいのもう、はい、これが、これ帽子は取っていいですか今回。はい、でちょっと緩い、はい、その感じで、でこっち見てください。今度角度ちょっとつけます、斜めから。はい、角度ね。はい、はい、チーズ。立って撮るのと座って撮るのでも全然違う気がね。ああ、なるほどね、はい、立ったり座ったり近寄ったり遠くだったり、はい、かっこいい自然体チェキ、うん、自分ではわからないですよね。オフモード、こういう状況で生きてますから。普段でもね、やっぱり、はい、ステージ上で熊谷達郎さんを見れる人たちはこの熊谷達郎さん見ないですから。なるほど。ステージ上で見る熊谷達郎さんじゃないのが見れるのもチェキならではなんじゃないでしょうか。あと昔私眼帯してた時に普通完全体じゃないじゃないですか。なのにその日やたらチェキ列できて、普段あレアやから、眼帯してる姿は今しかないっていうので、うん、眼帯してる私と写真撮りたい。へえ、ほな腕つってたら売れんのか。売れます。ってことっていうことです。なんかちょっといつもと違うっていうのがいいってこと。はい、はい、今日しか撮れないとか、うんうん、チェキはもうその現像その場でできるんで、今日しか撮れないものを撮ってあげる。いろいろ勉強になりました。はい、はい、まあ、ほんなら最後にですね、はい、お二人にちょっと撮って、チェキとは、チェキとは、チェキとは、はい、チェキとはファンサービスです。おお、みんなが喜ぶことをする。はい、私らも売れたら嬉しいけど、普段見れない姿とかをファンの皆さんにこれで撮ってあげる。なるほどね。見せてあげる。いろんな私たちを見せたいっていう。
なるほどね、ファンサービス。ほころちゃんはどうですか。さっきもちょっと出たんですけど、なんかその日の自分の中の日記みたいな感じで記憶に留めておけるものだと思うので、はい、そこがいいところだなとチェキとはって言ってるの長く説明しないから、まあ、日記みたいなもんの、はいはい、ダイアリー1ページ1ページね、はい、それを、はい、なるほど、その人生の1ページを切り取って差し上げるということですね、はい、いや分かりました、ありがとうございます、はい、まあ、ほんまにいろいろ勉強になりましたけど、まあ、正直まだ分かってないもんこんなにいっぱいいるんだ、いやだからその、まあ、誰に、まあ、相手さん買っていただいてる方が何を望んでいるのかっていうのを、まあ、勉強するのかなと思います、相手の息子。なるほど。まあ、もうパッと浮かんだ裸しかなかった。それはそれで。レアだ。レアです。お前。たくさんありがとうございました。ご指導いただいて。はい。イエスアプリの皆さんが。もうお世話になりましたんで、はい、もう何か恩返ししたいと思ってますので、はい、また続きは何かで恩返ししようと思ってます、はい、嬉しい、いやこれはまたそうですね、見ていただいた方に売りつけます、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。